喜び前本線は、大韓民国継承南道密陽市にある山路、津駅と甲州広域市、高山区にある甲州松渚駅等を結ぶ、韓国鉄道公社が運営する鉄道路線である。広域電鉄線として建設中の蒲田場山複線電鉄も路線名が確定するまでは、本港に平記する。韓国南部の朝鮮半島先端に、 ほぼそう形で線路が敷かれているが、海岸沿いに走る区間は、ほとんどない。優等列車である、セマウル号も、ソウル方面の密洋駅から、バサン駅を経由し、鎮守駅へ至る区間を除けば設定されておらず、ローカル線の趣きが強い。起点側は、美電線と合わせて、デルタ線となっており、ソウル方面からの列車は、美電線、鎌田方面からの列車は、 喜び前線を経由する。富山港行き川では、蒲田駅が発着駅で、蒲田線、富木線、京府線を経由して、京前線へ乗り入れる。かつては、富山駅や富山鎮駅を発着駅にしていたが、2004年の KTX 開業を前に発着駅が蒲田駅へ切り替えられた。また、京府線ソウル方面との間では、ソウルと鎮守、 順天を結ぶ直通列車や、ソウル馬山、鎮守間の KTX も運行される。西端の全羅南道方面は、コナン線、木浦駅発着が上下各4本、北松なぎさ、湖南線経由で、達山駅との直通列車が同一本となっている。三ン津駅から馬山駅までは1日20往復程度運行されているが、鎮守駅までは1日1に往復、さらに、 全羅南道と京商南道にまたがる鎮守駅から順天駅までの区間は1日6往復しか運行されておらず、順天異星の全羅南道内は1日4往復で、日中6から7時間運行がないなど、区間によって運行頻度に差がある。2006年11月1日のダイヤ改正で、運行系統が順天駅を境に東西に分割され、 全区間を直通する列車もダイヤ改正ごとに廃止と復活を繰り返す状態が続いている。現在、富山から京昌南道の南岸地域へ道線を使って移動する場合、線路が内陸の密用紙を一旦経由することから、バス等他の交通機関と比べて利便性が良くない状態となっている。そのため、2020年の開業を目指して、馬山駅、佐上駅、 蒲田駅に至る路線の建設が進められている。新線開通後は、こちらが喜び前線本線となり、既存の山道津駅、進呂駅間は、富山新興線、進呂駅正厳現中央駅間は、喜び前線支線に分類される予定である。喜び前線はもともと、大韓帝国時代から日本統治時代にかけ、民間鉄道会社と、朝鮮総督府鉄道が、 別々の路線として開業させたのが始まりである。三郎津駅から馬山浦駅までは大韓帝国時代に日本陸軍が軍事上の必要により馬山浦支線として付設した。後にそれらの路線を朝鮮総督府が買収、戦区外するなどして一本の路線に組み直す形で整備していったが、全羅南道と軽勝南道の間を結ぶ区間は建設が遅れ。 前線がつながったのは、韓国独立後の1968年のことである。1969年、甲州市の都市整備に伴い、それまで市街地付近にあった甲州駅がそれより、北西の現在地に移転した。それに伴い、甲州広域市周辺では1969年から2000年8月10日までの間、同士の北側を迂回するルートが取られていたが、 KTX の開業に先立って、新しい都市計画の一環で南側をショートカットするルートに切り替えられ、急線の一部は公衆線として独立させた。また、電化に合わせ、山道、土印塾間の複線化、路線付け替え工事も順次行われており、2012年に全区間の使用が開始された。現在は、蒲田駅経由で馬山大和港を直通する。 広域電鉄路線の整備が進められており、2020年の開業を目指している。また、2016年7月14日に、陳次公用館が複線化され、66.8km から 51.5km に短縮された。同区間は2021年まで電化が完成する予定である。一方、それまで改良が長年進んでいなかった甲州。 順天区間も、韓国国会による2019年度予算案の通過によって、電化改良の開始が確定された。特に、木浦北上線の開通と合わせるために、順天北上区間の改良工事を、今週末なぎ駅方面よりもいち早く進めて、2023年まで完成する予定である。韓国経営。 加藤正之助1905年2016鉄道公団喜び前線陳述公用区間の電化を推進経前線の甲州順天88年ぶりに電鉄化指導入事図 2018.128AB 国土交通部による路線距離国示官報第18,755を2016年4月29日アーカイブド2017年3月5日 アットザウェイバックマシン、配線の鉄道レール、レールバイクに変身、14第3次国家鉄道網、構築計画の事業紹介2018.7、12、2015年4月3日、不山日報2017年8月15日国際新聞、2018年5月18日国民日報、2 0 2十一。1 20262018年8月16日国際新聞、 AB2 2020年8月30日閲覧ありがとうございます。